今日はすごく釣り日和でーす。こんな日は釣りに行くしかない。どうも、まどかでーす。今日はクリークにやってきました。めっちゃ天気良くてね、風も少しあって、今日は釣り日和やなと思いながら来よったら、やっぱポイントポイントわさわさんがおってやっと入れた。やっぱみんなね、考えることは一緒なんよ。もうこんなもうね、釣りするしかねえみたいな日はね、もう釣りするしかねえよね。で、今日はちょっとね、やりたい釣りがあるんですよ。最近流行りのメタバナー。ちょっとね、メタバマやってみようかなと思って買ってみた。釣れるかな、これ。もうこれがさ、どの釣り具屋さんに行ってもなくて、でやっと見つけたと思ったら、もうラスト1個ですって言われてさ、もうこれなくなったらおしまいよ。こうメタバマさ、この針ダブルフック1個1個に1個1個つけるけん、4個あるやん、つけるとこやけんね、一気に4個つけるんよ。もうおしまいよ、なくなったらこれまあなくさんように頑張ろう、とりあえず。見て、かわいい色、バリかわいい。でね、この針をこのくぼみから刺して頭に出す。まあこんなもんではないでしょうか、わからんけど、使ってみよう、とりあえず。なんかね、やり方見よったら、ただ巻き OK で、ボトムに落としてズル引き OK で、リフト&フォール OK、 だいたい何でもできるっていう。いやー、いいんではないですか。ちょっと、え、すごない、すごない、これえ、すげえな、面白い。すごい、最近 GoPro の調子が悪くてさ、なんかせっかく撮ってもデータなくなったりするんよ、最近。なんでかいな。まあ、なくなったりするけど、私いつもこう、後ろと、この頭で、2台で撮ってるんで、さすがに2台とも撮れてないってことが、今んとこ、無事ないけん、まあ、ギリギリなんとかやっていってるんですけど、なんかね、すごい調子悪いと、困る。まあ、メタバマはちょっとまず置いといて、ブルフラから投げます。冬に強えブルフラ。やべえ、釣り日和やとは言ったけど風が結構強いな、意外と。でも最近ね、インスタとか見よったら、こう打つってよりもなんかね、こうミノーとかシャット、なんか巻き、まあ、スピナベとかチャターじゃなくてミノーとかシャットでなんか釣れとるイメージがあるなぁ。やけん今日はちょっとミノー巻こうと思って持ってきたんですけれども、なんか打っても出らんかったけど、ミノー入れたら一発で食ったぜみたいな投稿とかね、ちょっと見たんよね。
夜勤もうねパクっていくスタンス。いや本当にさ今日空綺麗すぎん。もう雲一つないよ。見て見て、マジで綺麗。いやいいね本当に。なんかこういう日はもうなんかいいわじゃあとうとうこのメタバマ使ってみる。なんかこの間ほら真ん中ら辺でリフト&フォールでよく釣れるよって言おったけど、ちょうどよくない？ちょうどええ。やってみよう。水が綺麗なところでどんな動きしよるかちょっと見てみたい。これいや一応その予習するときに水中映像みたいなの見てきたんやけど、やっぱこう自分で見てみたいよね。まあ去年はあのダウンショットとノーシンカーの釣り苦手やったけど克服できたけんさ、今年はなんかこのメタルバイブとかバイブ系の釣りを克服したい。多分ね下手くそなんよ今リフト&フォール。え、どうですか？下手くそやないなんか多分ね下手くそと思うっちゃね。この釣りをね克服していきたい。この浅いところやったらちょっと見えるかも。これで動きカメラ映るかな。私のね肉眼では見える。あなるほどね。リフト&フォール、リフト&フォール。あなんかエビってな、エビってな。はいフォール、リフト、フォール、リフ、フォール、リフ、フォール。なるほどね。で、ズル引き。あ、ズル引きこっちで見ればいいか。ズル引き、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 ズル。なるほどね。なるほどなるほど。あと何やったっけ。あーただ巻きか。ただ巻きも見えるね全然。あーちょっとなんか、あちょっとチャターっぽい感じ。あエビってるわ。チャターのトレーラーいっぱいついてますよ番みたいな。いやー本当に今日はもう景色綺麗でめちゃめちゃ癒されるわ。なんか疲れも吹っ飛びますねこれは。皆さんにもおすそ分け。バス釣りあるあるいきます。釣り場でルアーの使い方ググりがちあると思います。それでは本編戻ります。別日。こっちは引っかからんけんメタバマ使うわ。でもこっち水悪いよね。こっちめっちゃいいけどこっちでメタバマすっか。さっきね投げよったらねこのトレーラーだけどっか行ってしまった。2匹になってしまった。これいや本当はもう1匹おるけど、あのね3匹でやるとねアンバランスすぎてねなんか変な動きになるけん1個外して2個にしてちょっとこう均等に。これ意味あるんかなトレーラー2匹って意味あるかな。まあいっかやってみよう。皆さん私月に1回ぐらい生配信を YouTube でやってるんですけど、生配信見てくれてますか？まあ生配信の宣伝がしたいわけじゃなくて、あの
結構ね聞かれるんですよ、生配信の時。パートナーは決まったんですかっていう質問がよく来るんですよね。その皆さんご待望のパートナーさん、もうそろそろご紹介できる日が来るかもしれません。うわー、楽しみにしててくださいね。ニッコニッコニーみたいなね、ラブライブ、あなたのハートにニコニコニー、笑顔届ける矢沢ニコニコ。あーダメダメ、ニコはみんなのものとか言ってやっとけばいいと。マジでどこ探ったらいいか全然わからん。マジでなんか自信あるフィールドをここまでケチョンケチョンにされたらもうマジで自信なくなるわ。ということで今日はフリークで話題のメタババを使ってみました。残念ながら今回は釣れなかったんですけど、まあ動き的には巻きもすごいなんかドゥルルルルってなって、こうドゥルルってなってなんかいい感じやし、リフト&フォールとかズル引きもなんか動き的にはすごい面白い動きで釣れそうな予感はするので、また今度機会があったら使ってみたいと思います。なんかリザーバーが一番相性いいような気がする、わからんけど。では今回の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。